ホワイトアルバム2、118回目。よ。はい、じゃあ続きいきますか。もうカズサしかいないから。例えとかじゃなくて本当に本当にカズサしかいなくなっちゃったからね。カズさん。カズサ。美代子さんに聞いてさ、また病院に連れ戻されたって。念のためよ。あなたのコンサートを聞くために今のうちから体調を整えてるの。そっか、もう近いよねコンサート。明日とか明後日ぐらいじゃないの。そりゃどうも。なあ、この花瓶って洗ってある？え、何の用？これが見舞い以外の何に見えるって言うんだ。あなたが花束なんて珍しすぎて怖いわよ。もしかしてノリ君から何か聞かされたの？実は持ってあと一月とか。手ぶらじゃなかったくらいでそこまで疑うのかよ。どれだけ娘の常識を信用してないんだよあんた。とりあえず花を生けてくる。すぐ戻るな。看護師さんに頼みなさい。バラのトゲで指を傷つけたら承知しないわよ。陽子さんはな、日本に残るって言ってたしな。そういえば聞いたよ。何よ。あの廃墟買い戻したんだって。え、あ、旧トーマ家というか、いつまでも売れ残ってたから不動産屋から引き取っただけよ。それでも安くなかったろ。ま、確かにね。それにこれからもリフォームでいろいろと入り用になりそう。窓とか壊されてたし誰かさんがぶち破ったからな。へえ、悪いやつもいたもんだな。空き巣かな。え、そのこと責めに来たんじゃないの。別に、あんたの金をあんたがどう使おうが文句を言う筋合いはないよ。私で儲けた金なんてどうせたかが知れてるし。そういう意味じゃないって分かっててとぼけてるのよね。さあね。リフォームが終わったらあの家に戻る。もうウィーンには戻らない。うん。もう本当はあなたとまた二人で暮らすつもりだった。そりゃすごい。もし実現したら8年ぶりの快挙だな。やっぱり責めるつもりだった。ごめん、今のは条件反射。本当にそういうつもりで来たんじゃないんだ。むしろ逆でさ。じゃあ何。ごめん母さん。私。そう、あなたはウィーンに戻るのね。母さんの事情も思いも理解できる。本当は家族が支えなくちゃならないって分かってる。けど、けど私もう日本にいられない。してはいけないことしちゃったから。禁断の果実なのかやっぱり。彼を奪っていくのね。うん、おめでとう。ある意味いいよ、そんな苦しそうな祝福なんかいらない。どれだけのことしたか分かってるつもりだ。その割には全身から喜びが伝わってくるのよね。こんなにツヤツヤしちゃって。彼とは対照的。あいつに会ったのか最近。昨日ね、入院に付き添ってくれたの。ミオちゃんが別件で出ちゃってたから。そっか、じゃあ全部知ってたんだ私の結論。ここまで無茶な略奪愛、あなたの先代でもなかったわよ略奪愛。そっか、略奪愛なのか。全部私のせいだ。私が弱い人間だったから。まずさ、弱いから母さんに頼ろうとして。けど母さんがそれどころじゃないって知って、余計にどうしようもなく弱くなっちゃって、結局最悪の選択をした。あ
あなたを除いた全員にとってね。もちろん彼も例外じゃない、うん、カズさん、あなたは彼を、そして彼の周りの人たちをみんな不幸にするのよ。あなたのおままごとみたいな子供の恋で。受け止めるよ、何もかも。だからそこでますます幸せそうな顔しないの。当事者がその顔見たら切れるわよ。そんな幸せそうな顔してるかな。冗談よ。母親より圧倒的に男の方を愛してる娘に少しムカついただけ。ごめん。あ、いいわ。今度のコンサートで償ってもらうから。うん、あと3日ね。調子はどうも。最高だよ。今すぐにでも弾ける。そう、よかった。悔いは残さない。私の日本で最後のコンサートだ。あなたの生のピアノもこれで聞き納めかしらね。母さん、少し疲れたみたい。しばらく休ませてくれるかしら。うん、私もそろそろスタジオに戻らないと。また来るから。それじゃ、期待してるわよ、コンサート。なあ母さん。何？離れ離れになった家族でも、病気の親を見捨てて逃げた娘でも、ピアニストでないトーマ・カズサでも、あんたは私のことをこれからも愛してくれるか？ピアノやめる気なの？やめたいなんて思ってないけどね。じゃあなんで急にそんなことを？万が一の話だよ。全く意味のない例え話だ。じゃあね。カズさん？うん、うん、しか言えない。2月28日。あれ、もうコンサート？違う？明日？それでツール関係はこのフォルダに入ってますから、使い方は手順順見れば分かるようになっています。手順書か、手順書を見れば。うわぁ、空気悪く悪い感じになってる。こっちは関係者の連絡先リスト、一応名刺も渡しておきますから。なあ、何か分からないことありましたか？増刊の方終わったんだって？ええ、構成も全部、あとは発売待ちです。これであとこの引き継ぎが終わったら、お前はもうここに来なくなるんだな。3月いっぱいまではこの会社の人間ですから、一月かけてゆっくり引き継いでくれていいです。バカにすんな。俺お前より2年も先輩なんだぞ。この程度の仕事を今週で全部引き継いでみせる。すいません、俺の突然の辞表提出から10日、にがりきった上司たちのまさに苦肉の暫定策として、俺の仕事は松岡さんに全部移管されることになった。まあ、あっちゃん大変だなこりゃ。大変なのは引き継いだ後だ。単純に考えても仕事量は2倍になるんだし、しかもうちの編集部来期の増員予定ないんだぞ。へえ。その処置が決まった瞬間、誰もが激しく拒否すると思っていた当の本人松岡さんは、少し考え込む仕草を見せると、あっさり首を縦に振った。まさかグラフから人が抜けるなんて、去年の段階で誰も予想してなかったし、とっくに新入社員の採用は終わってるし。もちろんその瞬間俺をきつく睨みつけることは忘れなかったけど、今浜田さんが一生懸命人事と交渉してるけど、しばらくはバイト増やして乗り切るしかないだろうって。本当にみんなには迷惑をかけてしまって。どんな家庭の事情があるのか知らないけどさ、勝手俺お前のこと仕事を放り出して逃げ出したやつとしか思ってないから。まあ合ってる。はい。送別会断ったんだって？円満退職じゃないですから。それに誰も来てくれませんよ。俺が辞めるって話が伝わって以来、編集部の空気は明らかに悪くなっていた。なんでそんな風に決めつけるんだよ。そうやってお前が勝手に壁作るから
ますます誰も声かけられなくなるんだろうが。すいません。浜田さんは部下に当たり散らすことが多くなり、鈴木さんの雑談は消え、木崎さんはますます出先ばかり。ほんと、今のお前はイラつくな。もともとそういう性格してたけど、辞めるって言ってからますます意固地になりやがって。はい。そしてほぼ唯一まだ俺と話をしてくれる、というか仕事上話をせざるを得ない松岡さんはずっとこんな調子で、自分で分かりすぎている俺の問題を指摘して、結局俺に何も言えなくさせてしまう。そうやって編集部からどんどん会話が消えていき、締め切り後のエアポケットと相まって、ここが編集者とは思えない静けさに包まれている。なあ、何ですか？少しくらいは償おうとか思わないのかよ。俺なんか来月から休日が全部松岡さんごめん。それは俺でできることなら。これも俺の決断が招いてしまったこと、壊してしまった今までの世界のかけら。あと一月、この罪を少しでも償えるなら俺は。じゃあ今日のノルマが終わったら飲みに行くぞ。何その優しさ。え、北原がおごれよ。俺に仕事を押し付けて逃げてくんだからな、当然だろ。松岡さん、俺はどんな攻めくでも受けるつもりだったのに。その代わりお前の分は俺が出すから。一応送別会の主賓だし。それって割り勘ってことじゃ。いちいちうるせえな。来るのか来ないのか口答えすんなよ、ペーペーのくせに。ここに来て松岡さんがなんかいい。浜田さんは部下に当たり散らすことが多くなり、鈴木さんの雑談は消え、木崎さんはますます出先ばかり。そして松岡さんは、ありがとうございます。感謝なんかしたら後悔するぞ。飲んでる間中ずっとお前のこと罵ってやるからな。はい、覚悟しときます。俺を厳しい表情で睨みつけ、軽く肩をポンと叩いた。おお、いいやつだ、まっちゃん。さすが竹谷にちょっと似てるだけのことはある。あ、というわけで悪いけど今日遅くなる。飲んで帰るから夕飯は。ああ、分かってる。外で済ませてくるから。食事抜くなよ、野菜多めに取れよ。あと酒と甘いものは控えるんだぞ。コンサート明日なんだから。そっか、明日か。もうそうやって本物の母親より母親らしいこと言うの。だからやっかまれるんだ。誰に？とにかくこっちは了解したから。行ってこいよ、送別会なんだろ。お前は少しくらい羽目を外せ。ん、そうさせてもらう。悪いな、コンサートの前日にそばにいられなくて。いいよ、それより楽しんでこいよ。あ、それでさ、明日何時に会場入りだっけ？昼過ぎには出るよ。もしかしたらすれ違いになるかもな。朝出勤前に起こしてもいいか？ほんの少し話すだけでもいいからさ。うん、分かった。それじゃあ今日は早く寝る。じゃあおやすみ。あ、うん、そっか、遅くなるのか。ちょうどよかった。ちょうどよかった？何がちょうどよかったんだ？え、本当に来てくれたんだ、ありがとう。ねえ、ちょっとびっくりした。マジか。来たよ。うわうわ、鳥肌立った。マジか、マジか。おお、おお、嫌な汗出てきたぜ。あ、その、ごめん。何か？こんな夜遅くに呼び出したりして。この二人もあれだよね。それこそイントロダクトリーで別れて以来だよね、二人でこうやって話すのなんてね。ああ、それなら何時でも平気。でも刹那の家って確か両親が
大丈夫。先週から家を出てビジネスホテルに泊まってる。おぎそけめちゃくちゃになっちゃった。え、なんで？うざいから家族。顔も見たくない。え、今になって昔カズサが言ってたことは分かるようになってきた。本当、いい加減にしてほしい。いや、ちょっと闇落ち刹那やめてよ。刹那？そんなことよりも今はカズサのことだよね。え、明日追加公演だよね。の公演も大盛況だったんだよね。余計にプレッシャーとかかかったりしない？今度は大丈夫。もう完璧に仕上がってる。今日はゆっくり寝て明日に備えるだけだよ。そっか、よかった。本当によかった。頑張ってね。ああ、私見に行けないけどごめんね。本当かな、来そうだなこの子。あのさ刹那ね、そのメガネさ。え、最初誰だかわからなかった。髪型も違ってるし。けどやっぱりカズサだと何でも似合うよね。刹那テンションおかしいよ。ああ、これ伊達なんだ。何度か面が割れちゃって。それでほんと大活躍だもんね。日本中で有名になっちゃったね。別に私は何も変わってないけどさ。そんなことないよ。何しろジェバンニ国際コンクール入賞だよ。優勝どころか3位にも入れなかった。4位だっけ確か。大体みんな優勝者の名前ちゃんと知ってるのかな。それでも日本人最高位だもん。国内で騒がれるのは当たり前だよ。違うよ、私が陽子の娘だから。トーマって名字だから。ただそれだけだよ。ううん、それだけじゃない。カズサ自身の力だよ。そうに決まってる。そんなこと。そんなことある。あなたはたくさんのものを持ってるよ。なんだ、なんかあれ、刹那なんか怖い。ピアノに衣装に女性としての魅力。わそれになんか怖い。それにやめろってくすぐったい。愛するあ人。え、全部やばい。カズサが持ってる。やばい。いつの間にかカズサのものになってる。刹那。いや一方その頃じゃないんだよ。いや鈴木さん来てくれたの嬉しいけど、いや一方その頃じゃなくて、うわ気になる向こう。いつものバーで細々と飲んでいた俺たちの席にいつもみたいに賑やかな声がかぶさった。鈴木ちゃん来てくれてありがとう。今吊るし上げてたとこ。自分がどれだけ身勝手で。やーべー、切な声。仕事もできない最低最悪なやつかってことをさ。まっちゃんがそれ言うかってとこはあるけど、まあ一番の被害者だもん仕方ないよね。あ、私もとりあえずビール。鈴木さん、けれどそれは飛び入りにしてはありえないメンバーで。今日のこと実は鈴木さんの企画だったんだよ。ね、へー、俺が連れ出す役目だったわけ。ありがとう鈴木さん。どうして？だってさ、正式な送別会って言っちゃうと北原くん意固地になって辞退すると思ってさ。いい人だな鈴木さん。一緒にウィーン行こう。ウィーンで一緒に暮らそう。そういう意味で聞いたんじゃなくて、俺が辞めるって話が伝わって以来編集部の空気は悪くなっていたはずだった。浜野さんは部下に当たり散らすことが多くなり、そして今目の前にいる鈴木さんの口からは雑談は消え。もちろん二人とも納得してないぞ。そんな当たり前だろ。
理由も言わず仕事放り出して辞めるなんて言われて怒らない方がどうかしてるじゃんね。まあな、上司が北原くんなら一日中説教されるレベルだよ。そうですよ。なのにそれでもその口数の減った先輩は今俺の隣にいて、当然のように俺の送別会に参加する。お前の悪口は昨日の飲み会で言い尽くしたんだよそうなの。だからもう黙って送り出そうってことになってさ。俺の身勝手のとばっちりを受けてずっと俺に厳しく当たっていた先輩と共に、私たちだって後味悪い終わり方なんて嫌だもん。バイト時代から数えたらさ、3年も一緒に働いた仲間じゃん。だからこそ黙って行かれるのはやってられるかとも思うけどさ。それでもきっと思いっきり悩んだんだよね。一生分の苦労を背負う勢いでさ、そういう男の子だもん君は。そんなこと。それじゃ改めて乾杯。いいな海洋者、本当に北原くんの新天地での活躍を記念して乾杯。あ、一方その頃じゃない、これ出た一方その頃、やばい、こっちやばいよ何が闇刹那、やばいよ。何がって、それはその、なんでそんなにうじうじしてるのかな。うじうじとかを、今やちょっと日本中で話題の天才美人ピアニストらしくないな。すごいトゲがあるよ言葉に。なんかじゃあはっきり言う、うわぁ、刹那のもの奪ってごめん。諦めが悪くてごめん。最低の裏切りしてごめん。ずっとハルキ愛しててごめん。いや怖い怖い怖い。刹那、別に謝られることなんか何もないよでも私は知ってたもん。私カズサの気持ちが変わらないって知ってたもん。え、あなたとハルキくんが再会したら絶対にこうなるって。5年前からずっと知ってたんだもん。けれどね、私ね3人にとって一番の解決法見つけたの。出たこれまた。だからもういいんだよ。一緒にウィーンに行くって言い出すんじゃないの。それって3人でね。うわほら出た、3人でいればいいの、これからもずっと。刹那がおかしくなっちゃった刹那が壊れちゃった。謝ってもらうことなんかない、だってみんな一緒に幸せになるんだから。怖いよ、病んでるだよもう。無理だよ刹那、それこそただの夢だ。どうして、昔はできてたのに、なんで。何言ってんだよ、昔から全然できてなんかいなかったよ。いることに耐えられなかったんだよ私。だから逃げ出したんじゃないか、全部私の独占欲がいけないんだ。カズさん、3人でいることがどれだけ楽しくても気がついたら刹那を妬んでるんだ、憎んでるんだよ私。刹那のことをどれだけ好きになってもハルキと一緒にいる、ハルキと愛し合ってる刹那は絶対に許せないんだよ怖い、無言の笑顔、怖すぎる刹那。だからこれからも一緒に歩いていけない、刹那からハルキを奪うしかないんだ。たとえ思い込みじゃ
ないのかな。あなたの求めてる春樹くんは本当に今ここにいる春樹くんなのかな。なんだよそれ。ずっと会えなかった5年間のうちに、カズサが作り上げた理想の存在、アイドルなんじゃないの。ちょっとちょっと、せつな。私はずっと本当の春樹くんを知ってる。やべ、春樹マウントが止まんねえ。3年間ずっと遠くから見てきた。2年間ずっとそばで見てきた。せつな、お前ついさっき言ったじゃないか、私の気持ちが変わらないこと知ってるって。カズサの気持ちが変わらなくても春樹くんは変わってしまったんだってどうして思えないのかな。私の思いが嘘だって、ただの思い込みだって言うのかよ。じゃあカズサは春樹くんの欠点をどれだけ知ってる。私は嫌なところもダメなところもたくさん知ってる。それ以上にいいところも素敵なところも数えきれないくらい知ってる。カズサが5年間ずっと夢の中で描いてきた春樹くんなんかとは違う本物なの。私が本当の春樹を見てないっていうのか。違うかな。ふざけるな。ちょっと、私の頭の中にいる理想の男がこんなにも私を苦しめるもんか、泣かせるもんか。カズさん、私を受け入れるまでにあんなに迷うもんか。私を選ぶことであんなに傷つくもんか。たとえ私の5年間が全部夢だったとしても、それでも私はこの数日間現実と戦ったんだ。そして私は理想と現実とのギャップに押しつぶされたりしなかったんだ。だから刹那のその無言の笑顔やめて。私だって今の春樹くんが好き。ちょっとムキになってきた。根っこのところで全然変わってないあの杓子定規がやっぱり好きなんだ。ずっと苦しんで昔以上に頑張って少しずつ優しく強く変わっていった彼を、変わるたびに新しく愛していったんだよ。いやカズサバーサス刹那。わかってたけど、私たちもう元通りに戻れないんだな。ただ償うしか。なんだ刹那が、ちょっとなんだあの刹那、怖いよ本当この子。何の笑顔。別に謝られることなんか何もないよ。いやー、もうぶっ壊れてる刹那が。刹那だって私ね、三人にとって一番の解決法見つけたの。だからもういいんだよ。おい、三人でね。いやいや、三人でいればいいの。何言ってんだ。これからもずっと、私あなたの気持ち否定しない。あなたたちのこと認める。刹那、どうしたんだよ。だって悪いのは私だもん。5年前カズサを裏切って春樹くんを傷つけて。そういうこと言ってるんじゃないよ。ついさっき
その話は終わったばかりだろ。え、したっけ。せつな。またか。またって。私言ってることおかしかった？支離滅裂？あ、いや、ただなんかここ数日みんなが同じこと言うんだよね。何？同じことって？さっき話してたことをすぐ忘れて同じ話を繰り返すとか、自分の言ったことを自分で否定するとか。病院に行きましょう。病院だよ病院。これ何なんだろうね。私壊れちゃったのかな。そんなあっさり自分で言わないで。刹那壊れちゃった。いやそんなこと。気を使わなくていいよ。実はちょっとだけ自覚症状あるんだ。そんな。ふと気づくとね、人の言ったことも自分の言ったことも全然覚えてなかったりするの。記憶障害みたいなことが起こっちゃってるんじゃないの。もうショックなことが起きすぎて、つい今しがた電話で話してたことも切ったらすっかり忘れてたりして、もう仕事にならないんだ。医者は病院行ってくれ。頼む、陽子さんの隣に入院してくれ。だから昨日とうとう担当外されちゃった。すぐに帰ってお医者さんに見てもらえって。しばらくは大きな仕事任せないってちゃった。マジかよ。それで行ったのか病院。ねえ、カズサはどう思う？私本当に壊れちゃったのかな。そんなの私に分かるわけない。だから病院に行こう。でもうわ、壊れちゃってもいいか。ヤンデレ刹那。刹那だって私が壊れてしまったら何もかも忘れてしまって、もう彼なしには生きていけなくなってしまえたら、そしたら春樹くんは考え直してくれるかな。ドン引きするでしょ。迷ってくれるのかな。ドン引きだよ。怖えよお前、怖えよ。そんなこと言うなよ。そんなこと言わないでくれよ。ねえカズサはどう思う？私やっぱりあなたに勝てないかな。わからない、わからない、わからないよ。あいつがまたすごく苦しむってことしかわからない。カズサがそれを言うんだ。うわー怖え。最初に彼を追い詰めたあなたが。あいつは言ったんだ、もしもの話に意味はないって。そういうことならなかったんだって。だから考えるだけ無駄だって。じゃあもしも、もしも本当に私が。あいつだけじゃない、私だって苦しむ。どうしたらいいか死に物狂いで考えるよ。そっかそっか。でもでもさ、それでも私が春樹を諦めることはもうないよ。カズ、え、一方その頃。いや、いいよ、こっち。鈴木さん、助けて。悪い悪い。鈴木さん。先生、いつも通り。鈴木さん、一緒にウィーンに行こう。
切な、3人じゃないぞ、鈴木さんも入れて4人だ4人でウィーンに行こう。いやー心臓に悪いぜ向こう女2人怖すぎるぜ。ああ3人で2度目の乾杯をしてから数分後、キサキさん、遅い、もう来ないかと思っちゃったよ。最初はビールでいいですよね。すいません、これ同じの2つ。あろうことか3度目の乾杯の機会が巡ってきた。いや本当悪かったな北原、せっかくの送別会なのに遅刻しちゃって。キサキさんまで、最近ずっと出先ばかりでたまに顔を合わせても一言も会話がなく、あからさまに避けられていたはずの先輩が。どうした暗い顔して。ってことは浜田さんも来んのかな。早速こいつらにこっぴどくいじめられたな。いえいえ、昔みたいに軽く背中を叩くと昔みたいに軽い笑顔を向けてくれる。俺の送別会で。まっちゃんたらひどいの、私が来た時にはもう北原くん泣かせててさ、だから今間に入って必死で慰めてたとこ。全然逆じゃん、鈴木さん来てからもう雰囲気悪いもんなんのって、いつまで根に持ってんだよこの人って感じで。ああ最低だな、お前らには容赦ってものがないのか。そんな違うんです、悪いのは俺の方で。いやそこでマジに反応されたら俺たちのネタが潰されちゃうんだけど忘れてた、北原くんだったんだ、自虐で笑い取れない人だもんね和む、和むよ、こっち。いいからいじってやるな、その代わりここの払いは任せとけ。もうで浜田さんからの伝言。うわ浜田さん嬉しい、ほんと海洋社のみんな大好き。ええ、そして極めつけは、おほー、さすが話せる上司、ほんといい人たち。それじゃ全員揃ったところで浜田さんに乾杯。自分のチームの部下に何の理由も告げられずに辞められて一番ショックを受けていたはずの先輩が、キサキさん、あの人もさ本当は来たかったんだろうけどな、でも立場ってものもあるから分かってあげてくれ。くー、何もかも自分の胸に収めて何も言わずに送り出してくれる。おい北原、なんだよ木崎さんこそいきなり北原いじめてんじゃん来て1分も経たないうちに泣かせちゃって、ほんとうちの編集部の男どもっていい質なのばっかなんだから。すいませんなごむ、あー怖い、場面が変わっちゃう、場面が変わっちゃう、喫茶店行きたくない、やだ向こう怖い、刹那がぶっ壊れてるんだよ、あんな刹那見とうない、見とうないんや。始まった。一方その頃、どれだけ話し合っても無駄だよ。けど今の私が聞いたって意味ないから、すぐに忘れちゃうかもしれないし、だから帰った方がいいよ、どうせ何も解決なんかしない。いやなんかさ、もうこの言い方、これだから米沢まどかさんもすごいよね、なんか中の人の話をしちゃうけど、声優の米沢まどかさんもすごいわ、なんかこのあっけらかんとしたひょうひょうとした感じで刹那って言うっていうのがすごい刹那怖いそれに明日あなたは、それでも聞いてくれ、聞き流したって無視したって忘れたっていい、私刹那のこと好きだ。あら好きだし尊敬してる。なんか本当一番平和なのはこの二人がくっついてくれたらお前ら二人がウィーンに行け、こうなったら春樹くんは日本に残るから二人でウィーンに行ってくれ、ユリカップルになってくれ。お前は初めて会った時から正しい人間だった、春樹と同じ、あいつ以上にまっすぐで強かった。
私には刹那のその正しさが怖かった。そして眩しかった。だって私何もかも間違った人間だから。刹那と正反対だったからさ。なのにお前はさ、私と全然違ういいやつのくせに男の趣味の悪さだけは嫌になるくらい私と同じだった。だから裏切った。私のこと分かろうとしてくれた、好きになってくれたお前を一番ひどいやり方で二度も。私にはそれを止められない。悪いことだって分かってる。許されないって知ってる。けど裏切らずにはいられないんだ。私弱い人間だから、私が卑しい人間だから、お前から春樹を奪うしかないんだ。だからもう三人でいられない。刹那のせいじゃなくて、春樹のせいじゃなくて、私のせいで。いや聞いてなかった。いや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 、何それ、何切なそれ。いいよ別に、私が勝手に喋ってるだけだ。だからさ切な、私の憧れだった強い切なが私のせいでその強さを失ってしまうなら、私代償を払う。ピアノあげるよ。ピアノ、刹那がピアノ弾くの？そんなの何の意味もない。あ、そうだな、単なる私の自己満足だ。家事なんか何もできないけど、そもそも人の役に立つこと何もしないけど。ピアノ、私が刹那にしたことに比べれば全然足りないのは分かってるけどさ、でも私にはピアノしかないから。他には何も持ってないダメな女だから。え、何、何してんの、ちょっと、いや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 、だからピアノを捨てるくらいしかないんだ。いや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 、ごめんね。何してんの刹那。え、あ、何？いや、一方その頃じゃ、一方その頃じゃねえんだよ。カズさんの、カズさんの手が。あ、帰ってきた。明日コンサートだぞ。うーわ、もう何も、刹那がぶっ壊れたと思ったらカズさんもぶっ壊れた。もう、ダメだ、もう。ふうじゃねえんだよこいつこの男、酒飲んで酔っ払ってふうじゃないんだよ。本当に久しぶりだった。浴びるように飲んだのも、あれだけ喋ったのも、笑ったのも、まあ前回は散々だったからな。そして少しみっともない感情の爆発も、あんなに見苦しい自分を他人に見せたのも、こんなに苦しくない気持ちになれたのも。お前酔っ払ってる間とんでもないことになってるぞ。カズサ大丈夫？日本を全部捨てたはずの俺に少しだけ向こうに持って行ってもいい思い出を残してくれた。単なる社交辞令かもしれないけど、それが大人の対応なのかもしれないけど、それでもみんなの心遣いがありたか、ありがありがあり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 がたかった。心の底から嬉しかった。全身がほてってる。
顔も喉もついでに目まで。これだけ酔っているのに、ここ最近眠れない夜が続いたせいでものすごい睡眠不足なのに、それでも今夜は別の意味で眠れそうにいない、というか眠りたくなかった。とエレベーターから一歩踏み出すと、それだけで体がふらつく。いつもならこんな乗り方をする同僚や友人を肩を貸しながら説教するはずの俺が、いっしょっとご機嫌だもうご機嫌だよ、春樹くん。うわ、ちょっと怖すぎる。大丈夫なの、あの子たち。酔っ払いみたいな掛け声とともに壁にもたれると、そのまま壁伝いにゆっくりと進む。ほんと酔っ払い、ご機嫌な蝶になってるな。なるべく物事を立てないようにという理性だけはほんの少し保ったまま。だってカズサはもう寝てる。いや、カズサ、明日はコンサートだから今日だけは起こしてしまうわけにはいかない。自分の部屋で寝てくれたらいいけど、もし俺のベッドにいたらどうやって。何？あ、またもしかして家の前に。あ、ん、手は？手大丈夫？あ、ていうかこのメガネバージョンで家の前で座ってんのは初めてだね。手見えない。うまい具合に手見えねえわ。カズサはもう寝てた。明日はコンサートだから今日だけは起こしてしまうわけにはいかない。自分の部屋で寝てくれたらいいけど、もし俺の。カズサ、おい、何やってんだよお前。大丈夫？手は？手。なんてどう気を使おうか考えている場合じゃなかった。カズサはもう寝てた。外で。明日コンサートだってのに投資する気か。まあもうわけわかんないことしないでくれよ。おかえり、ハルケ。少し呂律の回らない俺の怒号をえらくあっさりとスルーしたカズサが微笑む。ほんの少し寂しさと痛さを感じさせる表情で。鍵どっかに落としたか。ああ、持ってる。どっちの部屋の。じゃあなんで入ってないんだよ。あとは鍵外してドアを開けるだけだろ。手が使えない。どんだけ物臭なんだよ。ちょっとそれは怖い、怖すぎる。どうなってんのこれ。どうしてもハルキの顔見たくなっちゃってさ。明日そっちに顔出すって言ったろ。なるべく早く、とにかく可能な限り早くお前に会いたかったんだよ、カズサ。うわ、それは確かに俺に甘えてる仕草も混じってたけど、けれど喉の奥に甘いだけではない、別の味が広がっているみたいな表情をたたえて。お前、刹那とも血の契約を交わしたのか。手出せ。え、立つんだよ、ほら。いいよ、自分で立てるよ。俺の差し出した手を取ろうとせず、その場から動こうともしない。会いたかったと言っていた俺に会えたはずなのに、瞳から不安と苦痛の色は未だ消えていない。どうしたんだよ本当に。それは俺の手から逃れるように自分の手を背中に回し、壁との間に隠す。その意固地なくせにうじゅうじゅうした態度に酔っていた俺は簡単に我慢の限界を突破し、風邪ひくだろ、意味もなくすねるのもいい加減にしろ。やめろ。ああ、カズサの目の前に膝をつき、抱きかかえるように背中に手を回し、カズサの両手をまさぐる。カズサは必死に抵抗したけど、所詮男の力というか体ごと抱き抱え込まれてはどうしようもなく。なんだよこれ。とうとう俺に手のひらをつかまれ、苦悶の表情を浮かべ、まるで凍ってるみたいじゃないか。あ、なに、手は大丈夫なの。びっくりした、あのグラスでぶっ刺しちゃったのかと思った。本当に違うのか、大丈夫なのか。こんなんで明日ピアノ弾けるのかよ。お前本当に何考えて。なんで。あ、
5体満足なんだろうな私。あでもよかった無事だわ手は。怖い今のもう本当に。え、そして意味のわからない独り言をつぶやいた。カズサの手はとても冷たく、そしていつも通り細く白く滑らかだった。いやよかったわ最悪の展開が。ああこれ、お客様すいませんグラスを落としてしまって今片付けますから。セスナがカバーしたってことかな。いえこちらで片付けますからお手を触れないように。本当にごめんなさい。出ようかカズさん。セスナ金払ってねえんじゃねえどさくさに紛れて金払わずに出たなこの二人。なんで止めるんだよ。私お前の幸せぶち壊したんだぞ。人生狂わせたんだぞ。しかもこれで2回目なんだぞ。刹那と春樹のこと邪魔ばかりしてたんだぞ。フグ大天の敵出た。なんだぞフグ大天出たよ。もうおなじみのワードだね。おなじみ四字熟語。少しは恨みを晴らそうとか思わないのかよ。私を同じ目に合わせようとか考えないのかよ。わからない。え私まるで理解してなかった。カズさんの言ってること何も頭に入ってなかったんだよ。本当にどうでもよかったんだ。じゃあなんで。だからわからないんだよ。気がついたら振り払ってた。もう本能だ。あなたの愚かな真似を必死で止めてた。私には関係ないはずだったのに。刹那なんでどうして私。刹那お前は。ジーカやっぱりお前はさこんなにもこんなにもさ。言わないで。病院に連れてってあげてお薬飲ましてあげて。アラキごめん私。今はそんなにしがみつくなよ。俺酒臭いだろ。刹那を壊しちゃった。いやお前のこと守ろうとして余計に傷つけて。カズサどんなに勇めても引き剥がそうとしてもカズサはひるむことなく俺の胸に思いっきり顔をすりつける。むせ返るようなアルコール臭の中ほんのわずかな俺の匂いを逃すまいとするように。私バカだ。何を今さら言うな。カズサは今夜俺に黙ってセツナに会いに行っていた。セツナとの破局に苦しむ俺を見かねて俺をかばおうと守ろうとしたらしかった。それはとてもこいつらしい考えなしで無鉄砲で意味のない行動だった。許されるとは思ってなかった。それでも謝りたかった。償いたかった。話をしたかったんだよ。そっか本当にバカだ。二人とも傷つくに決まっているのに。
それでも俺を救うなんて自分の中の甘ごとにそそのかされ、セスナにとってまるで意味のないけれどカズさんの命とも言えるものを差し出そうとした。でもセスナは私のせいで、セスナはもう泣くな。それがますますセスナを追い込み、どうしようもなく決裂してしまうなんて火を見るよりも明らかだったのに。お前はバカなんだからさ、あれこれ考えたっていい解決法なんか浮かぶわけないんだからさ、それどころか時代をひっかき回すだけなんだからさ、こういうことに関しては本当に役立たずなんだからさ。お前本当のことだからって何もそんなめちゃくちゃに言うことないだろう。お前がむちゃくちゃなことをするからだろ、あまりにもバカなことを考えているからだろ。こうして噛んで含めるようにカズさんに語りかけるうちに、ますますこいつのしたことがあまりに考えなしだったことが浮き彫りになる。俺なんかのためにピアノを捨てるとか捨てないとか本当にもうバカすぎて目が離せないだろう。しかもコンサートの前日に。だって大事なんだよ、それくらいお前のことが大切なんだってば。こうしてそうはならなかった今でも、果たして明日弾けるのかわからなくなるくらい激しく心を乱されるようなことをしでかした。大事なものを手に入れるために大事なものを捨てなくちゃならないなんて考えこそ捨てろ。春樹、この際自分に対しての過大評価というかあまりの思いの深さには触れないままにしておく。もし触れてしまったら俺の方が決壊してしまうから。ただお前が幸せになるためにピアノがいるなら残せ、いらないなら捨ててもいいよ。ただでさえ勝田の肌の温かさ、柔らかさ、甘い匂い、全てが混然一体となって俺の五感をくすぐっているんだから。わかんない、まだ私わかんないよ。そんな勝田が熱いため息が俺の胸にかかり、ますます挑発してくる。生まれてきた時からずっとそばにあったんだ。人生の半分以上の時間をこいつと過ごしてきたんだ。お前よりもずっと長い時間一緒だったんだ。カズさんに背きはないのかもしれないけど、完全に自暴自棄だけど残酷すぎる。それにお前のことだけじゃなくて、母さんの、堂間陽子のこととか本当にいろいろ。だったら結論は先送りにしてもいい。向こうに帰ってしばらくゆっくりして時間をかけて決めればいい。そんなもだえんばかりの葛藤を決して表に出さず、俺は必死に腕の力を緩め、カズサを胸にかき抱く。余計にカズサのぬくもりを感じてしまうという甘い制裁を俺に課す。でもだからこそ明日だけは何もかも忘れて思いっきり引いてこい。春樹、最高のステージを見せてやれよ。そして日本の観客にさよならしてこい。俺に触れているカズサの肌が熱を帯びてくる。弾くよ、私弾いてみせる。お前がいれば何も怖いことなんて。あ、頑張れよ。だから明日のコンサート、そしてこれからもずっと私のことを見守っていてくれよ。今何時？3時、そろそろ寝ろ。ああ、じゃあおやすみ。おやすみ。寝ろよもう寝ろよ。私はこうして春樹に抱きしめてもらって傷を治すことができる。落ち込んでも立ち直ることができる。これからもずっとそうする。もう寂しい思いは。刹那はあいつはこれからどうやって
傷を癒していくんだろうな。あいつ、私のせいであんなに傷ついてた。なのに心の中は何も変わってなかった。そっか。無意識に私のこといじめるくせに、いざって時にどうしようもないくらい自分を殺してしまう。壊れるのも構わずにさ。強くて人のこと何でも見透かしてて、逃げ道を塞いで常に先手を打って、だからすごく苦手で、ちょっと嫌で、羨ましくて憧れてて、でもあいつ最後の最後でどうしようもなく優しくて、謝って手を離して足を止めて、だからやっぱり憎めなくて、うん、好きだった。もういい、もういいんだ。そうだよ、好きだったんだよ、刹那のこと。うん、春樹がお前さえいなければ私たち本当の親友になれたかもしれないのに。春樹くんがいなかったら出会ってないし、さらに言うなら柳原がいなければカズサ、いやカズサとは出会ってるか、いろいろ始まらなかったぞ。ごめんな、ごめん。うん、お前がいなければまあな、そもそも私たち出会うこともなかったもんな。柳原に感謝カズサ。お前が私と刹那をつないだ。そしてお前のせいで断ち切られた。恨むよ。あ、一生恨め。いいんだな、一生言い続けるんだぞ。私ことあるごとに持ち出すんだぞ。お前のそばでずっとずっと。その代わり俺も遠慮せずに言い返すからな。そうやっていつまでも喧嘩していこう。おお、いいこと言うね。いつまでも喧嘩しよう。おやすみ。あ、おやすみ。そうだ、喧嘩しよう。俺たちこれからも何度だって、傷ついて傷つけられて疲れてもまだ息ができないほどの恋に落ちていこう。塾で一人でボソボソ歌ってる刹那、怖いよ刹那が本当にやばい。ちょっとみんな助けてあげて刹那を。いやー、壊れてる壊れてる。吐いちゃう吐いちゃうよ。その自分を追い込むのやめなさいって。いや、きついきついよ切な。嘘でしょ。いや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 
え、コンサート当日じゃねえんだよ。ちょっと何引かれた。今回ここまで。うわ何これ、ちょっと切ないが、あの子死んじゃうじゃないのだ。いや、もう、ちょっと何最後の。いやでもまだ分かんない。今回だってあのカズサが手をぶっ刺そうとしたけど結果刺してなかったっていうことがあるように。あ、でもあれは刹那がいたから助けてくれたんだよな。え、刹那引かれたの最後。ちょっと待てよな。でもとにかく次回もうコンサート当日なんで、これクライマックス入ってもう最後までいけるでしょおそらく。え、刹那もう何なんだよ刹那もう。あ、ダメだ、ここに来て刹那のことしか考えられなくなっちゃった。うわー、続きやばいなこれ。え、じゃあはい、ここまでです。じゃあ今回ここまで。うわ気持ち悪い、今回ここで終わるの気持ち悪い。なんだこれ。うわー、刹那は果たして刹那は生きているんでしょうかっていう、こんな引きしたくなかったよ。こんな引きしたくないけどそうなっちゃうわ。果たして刹那は生きているのか。今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。